everyone! Welcome to my channel. It's Ali here. こんにちは、エリーです。今回の動画は、じゃん、このうちのキッチンのキッチンツアーとキッチンの中の収納の紹介をしていこうと思います。そう、本当にたくさんの方からキッチンツアーとかキッチンの収納を見せてくださいってリクエストいただいていたんですけど、もうだいぶ遅くなってしまって、やっと撮ることができたので、紹介していこうと思います。で、キッチンの収納と一緒に、ついでにと言ってもなんなんですけど、冷蔵庫の中を少しだけ紹介しようと思います。本当にアメリカの冷蔵庫大きいので、まあ本当にそんなに食材入ってないんですけど、うちの場合。なんですけど、まあこういう感じで収納してるよっていうのを少しでも見ていただければと思います。で、見てわかる通り、なるべくカウンターには私何も置かないようにしていて、本当にコーヒーメーカーと飾りとか、だけにしているので、まあ、どこに何を収納しているかっていうのを見て分かっていただければなと思うので、よかったら最後までご覧ください。では Let's get started。 キッチンを紹介していきます。こういう感じで、前から見てくださっている方はご存知だと思うんですけど、キッチンがね、もうすごく古いキッチンだったので、全て総替えして全部リノベーションで変えました。カウンターとかキャビネットとか全部取り外して、全て新しいものを入れた感じですけど、前にちょっと質問いただいて、間取り、キッチンの間取りどういう感じですかって言われたんですけど、間取りというの広さとかもちょっと分かりかねるんですけど、まあこういう U の字型になっているキッチンですね。カウンターがここにあって、で奥にシンクとコンロとでカウンターがあって冷蔵庫っていう感じです。もともと前はキッチン狭いお家に住んでたので、もうこのカウンターがねいっぱいあるだけで結構助かっていて、ここもすごくこのアイランドじゃないけど、こうなんていうんだ、ペニンシュラいて、ここでパーティーする時にいっぱい食べ物を置けるのですごく便利です。中に入るとこういう感じで、ここに食洗機があります。これ普通の大きさかな、アメリカでは普通の大きさの食洗機で、でシンク で下は全部キャビネットになっていて、でコンロ、火のコンロでこういう感じになっています。でまず全部収納を紹介してきます。何が入っているか本当に適当なので、私ここにヘイリー の薄手のこういうスタイ、食事用の、これは持ち運び用の入れてます。あとはここが、ランチョンマット、いろんな柄の種類あるのでここに入れていて、でここの下が結構深いんですけど、この奥に炊飯器とあとはミキサーとかブレンダーとか、あとこういう大きい花瓶とかをこの奥に入れています。皆さんにどこにしまってるんですかって前聞かれたので、そう、炊飯器とかブレンダーとかは全部隠すようにしてます。というのもやっぱ生活感がありすぎるとちょっと嫌だなと思ったので、全部ここに。でシンクの下の部分はこういう感じになっていて、こういう感じでケースに、これダイソーで買ったケースにいろいろ掃除のものを分けています。これがもうスポンジと、でこれ全部掃除用品の、このまま取り出して掃除できるようにしていて、あとは食洗機の洗剤とかを入れて、でシンクの横のここのキャビネットには、ここは結構適当なヘイリーのもの、綿棒とか熱さまシートとか、この辺は結構ヘイリーの歯ブラシとかティッシュとか熱波の測るやつとかで、ここにこういうベーキングに使う、お菓子作る時とかこういう量り系、あとは玉ねぎのやつとか、これなんだろう、これハロウィンの残りの袋とかで、この下にボールとかですね。もう本当に整理されてないから、ここはこれ全部蓋とお鍋系とパンとか、あとまな板とこれボール、全部ここに入れてあります。でガスの横の部分に、これサランラップ系がここには入っています。サランラップとホイルとちっちゃいサランラップとかと、あとこのなんか袋、サンドイッチの袋とかを入れているのと、でこの下にうちはゴミ箱を内蔵でつけてもらいました。こういう感じでここがゴミ箱になってます。ゴミ箱を外に
出しとくのがすごく嫌だったので、もう絶対キッチンにこういうキャビネットに隠すようにしてほしいってお願いして、これをつけてもらいました。ちなみにフライパン類はこのガスのオーブンの下のところにこのねちょっと収納があって、ここに入れています。もうフライパンもほんと3種類と、あと卵焼き用のパン、これなんて言うんだろうそうしかないので、本当に収納楽でここに入れています。結構アメリカはどこの家庭もガスのこういうのに収納がついてることが多いので、ここにいろいろ入れることが多いと思います。あとこのレンジの横の部分のキャビネット、これは本当に整理されてないんですけど、オイルとかこうあの調味料系、お酒とかちょっと入ってるのと、よく使うものと、あとはこれはベーキング系、お菓子作りに使う系のものかな。このガスの横に前紹介した通り、あのスパイスとあとはサプリ系が入っています。これも本当にぐちゃぐちゃなんですけど、下が薬系、この辺スパイスとサプリと、あとはこれ全部あの調味料ですね、よく使う調味料は全部ここに入れています。でこの横がパントリーって言って、保存庫というのかな、なんて言うんだろう日本では。そう、あのいろんなお菓子とか、ストックしてるものを全部ここに入れています。お酒とかも、あと缶詰系とか常に食べるものとかで収納をしています。これ全部ご飯系なんですけど、さらっと紹介しますね。そんなに全然大きいねパントリーじゃないので、もうあのごちゃごちゃなんですけどそう、でこれお菓子系、これがね全部バー系、私 おやつに食べているプロテインバーとかスナックバーとかがここに入れていて、あと調味料のストックこういうがここにあって、あとこれ全部お菓子、今食べ途中のお菓子は全部ここに取り出せるようにすぐやってるのと、ここの間のこれ見えるかな、ここには全部なんだろう、粉系、こういうふりかけとか、そうあのもうスープの素とか、こう薄いものを全部ここに入れてます。あとソース系とかパスタソースとかはここに入れてます。でこれ回るので、そう後ろの方はこういう感じになっていて、で横に全部ワイン、なんかもらったワインとか開けてないワインはここの横に入れてます。でこの下はパスタとかオートミールとか関係、オートミールのこのヘリーが毎朝食べているものとかはこういう感じですぐ取り出せるようにここに入ってて、奥が缶系を入れてます。オートミールのストックと、あとランダムな缶詰系かな、ツナ缶とかビーンズとか、そうなんかコーンの缶とか、あとはココナッツオイルとかのストックが全部入っています。そんなにストックって言ってもそこまでないんですけど、そうこういう感じで、で奥に米びつがないので、今お米はここに入れてます。米びつ早く買いたいんですけど、そうこういう感じです。でガスの横にはこれなんだ、飾りとして置いていて、これは全然使ってるものではないんですけど、使ってるものじゃない方が、まあ、生活感が出ないかなと思って、ちょっとおしゃれ感を出すためにこれを置いています。でこのカリングボード、まな板と、これはオートミール、いつも私が食べるオートミールはこうやって飾ってます。でこの上は、ここはもうほぼヘイリーのものとか、よく毎朝使うものですね。このバスケットにヘイリーのお菓子とか、こういう感じで離乳食系がここのこれには入れてあります。でこれを全部ここに入れているので、すぐ取れるように、あとよく使っているお菓子系はここに、もう空いてるものはここに置いてあります。で毎朝私が使っているココナッツシュガーとチアシード、あとピーナッツバターを置いてます。この横の角の部分にコーヒーの上にはこういう感じでマグとお菓子と、あとはストックのコーヒーとかが入ってます。この見えるかな、これは全部コーヒーマグで、あのスタバのロケーションマグを集めているので、こういう感じで
そうたくさん持ってるんですけど、これで毎朝コーヒー飲みます。で真ん中のとこは紅茶類のストックと、あとはヘイリーのお菓子パフを全部ストックでここに入れていたり、あとはビタミン剤の大きいものもここに入れています。で一番上にはコーヒーのケリグのコーヒーのストックと、あとコラーゲンの粉とか、そうあんまり普段使わないものを置いてます。でこの横大きい棚には食器類を入れています。一番下が大きいお皿たちで、真ん中がボウルで、一番上は使わないパーティーのお皿とかクリスマスのお皿とかナプキンとかを置いています。でその隣はグラス類ですね。一番下がグラス、ちっちゃいやつと真ん中が大きいグラスで、一番上がワイングラスとシャンパングラスです。もうグラスも本当に私たちそんなに持ってないです。もう本当に必要最低限だけっていう感じです。この下、ここの部分に私が料理で使っている全部こうヘラとか、これなんだっけ、お玉とかこういうのが全部ここに入れてます。もうこれも隠すようにしてます。なんかごちゃごちゃしてるから、やっぱ外に出しとくとちょっとね生活感汚く見えるのがすごく嫌なので、なのでこういう感じで使うときにここから出す感じにしてます。まあ、あんまり見た目こうやって開けたら良くないんですけどね。まあこういう感じにしてます。でこの下にここもあんまり綺麗じゃないんですけど本当に収納できない人だから全然綺麗じゃないけど、このタッパ系をここに入れてます。全部このタッパ、これタッパで、これが蓋系を分けて、これもダイソーで買ったなんか入れ物に入れて、ヘリのお弁当とかで、下はヘリのこの前掛けと、これ適当にいつもポンって置いちゃうんだけど、これはよく使うからここにいつも。でこっちがこういう感じでスプーンとかフォークとか、ヘイリーのスプーンとか お箸系とかをここに入れているのと、持ち運び用のものは横に置いているのと、でこの下は本当に超ランダムでめちゃくちゃ汚いんですけど、上がエコバッグ全てと、あとは替えのタオルとかで、下が犬用品かな、犬のバッグとか餌とか。ちなみにこの冷蔵庫の上にはケーキの乗せるお皿とか、パーティーの大きいお皿とか、もう普段全然使わないものを置いてます。それでは冷蔵庫を紹介していこうと思います。もう冷蔵庫、古い冷蔵庫なんですけど、まあでも日本の冷蔵庫に比べたらかなり大きくて、ここに水がね出てきたりアイスが出てきたりするものなので、冷蔵庫を開けるとこういう感じです。右側にドレッシングとかの入っていて、メインのはこういう感じなんですけど、結構食材そんなにいつもぎっしり入っているわけではなくて、まあ、冷蔵庫が大きいので結構スペースがあるのと、食材を買ったのがね3日前かな、なのでちょっと買い足さなきゃいけないので明日ぐらいに、なので結構スカスカなのもあるんですけど、まず上のところ、ここにチーズが入っているのと、ここはコーヒーミルクとか、まあ、牛乳アーモンドミルクで、この2段目にはドレッシング系が入っています。でこのちっちゃいねダイソーの入れ物に、これ買ったやつはそう生姜とかわさびとかガーリックとか、まあ、そんなに使わないんですけどここに入れています。でここはランダムにメイプルシロップとかドレッシングとかで、一番下にはマヨネーズとかジャムとか醤油とかが入っています。で今上、一番上には何もなくて、ここ彼のピザの残り食べた残りのピザを置いてるのと、2番目にはこれダイソーで買った入れ物に入れて、納豆とかクリームチーズとかをここにいつも入れていて、チーズとかね。でこのここにはだいたい余りの野菜とか、ちょっとすぐに使いたいもの、なんか使いがけのものとかはここに入れてます。チーズの半分残りとか、お野菜の半分残りとかをこれですぐ取って使えるようにしてるのと、まあヨーグルト今入れてるけど、ヨーグルトで、あと残り物
昨日の残り物とかをここに入れて、あ、これ違うか、これヘイリーの茹でた野菜だ。そう、茹でた野菜はここにあるのと、まあ、奥にチョコレート入れていて、次このスイートポテトもこのなんかケースみたいなのに入れています。最近取り出しやすいし、そう、楽なので。あとフルーツ系、ここラズベリーとブルーベリーで、ここはランダムに卵とサルサとか、あと昨日の残りのサラダで、ここがデリなのでお肉系はここに入れています。今もう全然お肉がなくて、これ今日夜多分炒めるように入れてるんですけど、でこのここがお野菜になります。全部野菜系が入っています。袋に入っているものがほとんど、こういうほうれん草とかを入れています。で一番下がフルーツになります。ここにはオレンジとかリンゴとかをいつも入れています。でちなみに冷凍庫はこういう感じです。そんなにちゃんと収納っていう感じになってないのでランダムに入れてますけど、こういう感じで入ってます。そう、いつもまあ使うもの、よく使う食パンとかはこうここに冷凍して食パンをしてるのと、あとはご飯系はこれね、これもダイソーで買ったやつにご飯とかお肉とか小分けにしたものはここに入れています。あとは全部冷凍物で、だいたい使い分けは真ん中にして、まだ開けていないものたちはこの下のここに入れています。これはまあまだ開けてなくてこれから使うものっていうことで一番下に置いています。でこっちにはちょっとフルーツ系を置いていますという感じで、冷蔵庫も冷蔵庫冷凍庫以上になります。という感じで今回はキッチンツアーと収納の紹介、あとは冷蔵庫の中身の紹介をさせていただきました。まあ、少しでも見てくださっている方の参考になれば嬉しいなと思って撮ってみました。本当に収納に関しては得意ではないので全然参考にはならなかったかと思うんですけど、でもこの動画見て面白かったよと思う方はぜひいいねとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラムの方には私の日々の生活をセキュララにストーリーとか写真をアップデートしているので、ぜひまだフォローされていない方はフォローの方お願いします。では次回の動画まで See you next time! バイバイ。Bye.